あなたは、成功するために、もしくは、今の自分が、どうやったら V 字回復できるだろうか、考えるときに、まず、することを決めてませんかどうも、えー、加藤ちゃんと申します。僕は、えー、自分の意見を人に発信し、この人の、ノートの考え方を増やしたり、加えたりっていうことを通じて、その現状をよくできる人には、人はかっこいいなと思い、バケンツの発信活動を1年と10ヶ月、 2 0 0人が目から鱗と言ってくださったおかげで、えー、続けられています。お願いします。今回はですね、実は成功するためには、もしくは今の現状を V 字回復するためには、することを決めてはいけないというテーマでお話をします。はい。まあ、どういうことかというとですね、よく成功するためにね、成功法則みたいな、え、のをよく調べると思うんですけど、僕もそうです。えー、なんかうまくいくためにはどうしたらいいのかなっていう。 調べるんですけれども、実は、することより先にしなければいけないことがあるんですね。はい、することを決めるより、まず違うことを決めなきゃいけないことがあります。はい。えー、どういうことかというと、えー、次の3つの例を聞いてください。1つ目、ダイエットの成功者です。ダイエットの成功者。はい、ダイエットの成功者は、完食ですね。お菓子を食べるのをやめたというのを。だからダイエットに成功したというんですね。はい。2つ目の例は、 受験の成功者です。受験の成功者。夜、YouTube2 時間見ていたのをやめた。そして、勉強時間に当てた。というんですね。受験の成功者は。夜、YouTube2 時間見るのをやめた。そして、その時間を勉強に当てた。そして、３つ目、まあ。主婦が月5万円の貯金に成功したと。それまで貯金できてなかったのが月5万円の貯金に成功したと。はい。これ、理由がですね、主婦が、 お菓子ですね。いわゆる、いつもおやつに食べていたお菓子を買うのをやめた。そして、友人との外食の誘いを断った。っていうんですね。はい。つまり、まあ、ダイエットの成功者は完食をやめた。そして、受験の成功者は YouTube を見るのをやめた。そして、三つ目、主婦は外食をやめた。そして、お菓子を買うのをやめたっていうんですね。つまり、成功者は、するよりしないことを先に決めてるんですね。はい。 それよりしないこと。はい。これは結構大事になってきます。さて、馬券で成功する際も、まず、かけるレースより、かけないレースを決めるというのは大事になってきます。つまり。はい。それは何なのかというと、勝利戦ですね。シン戦も含まれます。1歳未勝利、3歳未勝利、2歳新馬3歳新馬というのは、かけではいけないレースです。なぜかというと、 これらのレースというのは、まず、そのまま芝がいいのかダートがいいのかというのもはっきりしていません。どの距離が適正なのかもわかりません。コースがこなせるかどうかもわかりません。そのままに有利な客室もわかってないですし、レース展開がどうなるかもわかりません。なので、これらのレース、するよりしない、かけるよりかけないというふうにしてください。はい。もっと言うと2歳3歳は、えー、客室もそうですが、 そのままにとりあえずレースを覚えさせようということで意図的に抑えるということをする場合もありますね。突然。前走を逃げてたのに、いきなり、今度は後方からのレースになったりもします。はい。まあ、不確定要素が多いので、するよりしないよ。かけるよりかけないというふうに、えー、このレースは決めましょう。えー、自分ルールにしてください。それでは今回は、するよりしないが成功への秘訣ということでした。ありがとうございました。 最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。えー、愛されで1円と10回ずつ1200人が目から露ろこと言ってくださった最新のバッケン率の全貌は、えー、この動画では話してません。なぜかというと、えー、もう4分超えますがとても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。さて、えー、動画を見てくださって意欲が高まっている今が一番あなたが情報が頭に入りやすいためなんで、書き動画説明欄のブログリンクの方、今すぐクリックしてください。えー、それでは、えー、今回は本当にありがとうございました。失礼します。